はい、採寸の様子を動画に。そうですね、これ結構みんな見たかった。早速じゃあ、はい、測っていきたいと思います。よろしくお願いします。はい、おズボンに入ってるものを出していただいて、採寸の時は極力スーツを着る時に近い服装で着ていただけるとありがたいですね。 T シャツとか、はい、薄いシャツ1枚で着ていただければ問題ないので、はい、オーバーバスト、はい、これは腕周りを含む胸周りといいますか、はい、ね、はい、下ろしていただいて結構です、はい、お腹周りですね、はい、はい、これ落ちてたんですけどね、前よりいいですかね、はい、はい、で続いて、総丈を測ります。桑田さん、ご身長は？身長174センチですね。4センチですね。腰を縮んでたら今ので桑田さんの顔の大きさが分かりましたね。そうですね標準です。標準です。まずはパンツから履いていただきますので、はい、ちょっとこちらのフィッティングルームの方、はい、何パターンかね、させていただいてパンツを決めていくような感じです。じゃあまずはこちらで履いていただきます、はい、今測ったサイズをもとにゲージと呼ばれる日本服を着用していただきます。これもここにあるこれですね、こんだけゲージがあります。ウエストは2センチピッチで見ていけますので細かくサイズ調整が可能ですね。まずウエスト位置、普段、はい、まあもう一番しっくりくる位置で履いていただいて、うん、まああのね、礼服なので、うん、まあ長く着るものなのであんまりぴったりはしない方が、ああそうですよね、ピチピチには作らない方がいい、全体的に。もう今はね、はい、ウエストだけ見てますので、他のところはこの無視していただいて、ここだけでございます。ウエストですね、はい、普段M2 プラントさんの動画を見られている方はパンツをどうやって決めてるのとかジャケットをどうやって決めてるのってもしかしたら分からなかったんです。そうですね、今回初披露、そうですね、うん、まあ、記念すべき初披露は桑田さんで決めたいと思います。はい、やっぱり全然、まあ、これ綺麗なんで、うん、本当に、うん、そうですよね。やっぱさっきも着させてもらったみたいなこの辺の感じがね、全然すっきりしてますね。ナムつきがないというか、塊はこれぐらいでちょうど、はい、大丈夫ですし、はい、これでお願いします。はい、オーバーサイズになると、うん、例えば背中、これ全然まだ全然、うん、このサイズでも問題ないので、例えばオーバーサイズになると背中のところに縦のシワが入ったりとか、うん、ああこれは全然出てないです。まっすぐ立っていただく。そう、こういうシワが出てくるんです。今ちょっと意識的にやっていただいてますけど、こうなっちゃう。あまりすぎて縦のシワができてしまったりするので、はい。では続いてが袖の長さですね。はい、まあお袖の長さ、まあこのままだともちろん短いので、うん、もっと長くしていくんですけど、まあ目安としてはだいたいこの手首の関節、まあちょっと下ぐらいがまあ多いですね。なので僕が今ね当てたメジャーの先ぐらい、うんうんうん、これぐらいが標準の長さです。これで採寸は以上となります、はい、まあベストとかね3ピースで作られる場合に関してはベストもこういったゲージご用意してますので、うん、着用していただきながら、うん、はい、サイズ確認していただけますので、うん、はい、皆さんもなんかこう着て実際買いに来てもらった時わからないこととかもたくさんあると思いますので、うんうん、そういう時はそれでお気軽に聞いていただければプロのスタッフたちが、うん、アドバイスさせていただきますので。そうですね、はい、間違いないものが出来上がりますからね。そうですね、はい、まあ、こんな風にゲージもたくさん来ていただけますので、うん、はい、まあ、これを参考にお越しいただければ幸いでございます、うん、はい、はい、皆さんのご来店どしどしお待ちしておりますのでどうぞよろしくお願いいたします。お願いします。すいません、ありがとうございます。どうも皆さんこんにちは。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 間がありましたよ。この間作っていただいた礼服がね、仕上げました。はい。ありがとうございます。ありがとうございます。ちょっと今日は完成のしたスーツのお披露目ということで、
待っておりました、はい、もう礼服なかったんですよ。あ、これでもう大丈夫、もう大丈夫ね、いつ誰がお亡くなりになっても大丈夫ということで、はい、ちょっとじゃあ、うん、いつも の, あの返信でいきましょうか。はい、でははい、はい、あ、ではいいですね、これはガッツポーズ出ますよ。なんかやっかっこいい、全然雰囲気が変わりますね。まあまあ、あの見た目はね、もう完全なザ・フォーマルな感じで、はい、前は前つくプレゼント企画の時に作らせていただいたスーツはね、あの結構全体的にタイトなそうでしたねモデルで作ったんですけど、今回はまだちょっとだけ腕回りとかのゆとりがあるタイプにしたんですけど、まあそれでもある程度すっきりと見えるようなサイズで作ったので、うん、すごくいい感じかなと思うんですけど、この辺あたりのこの R がすごいいいですね。くびれがね、もうくびれがね効いてるんでね、綺麗ですね。ネームがね、うん、これですよ皆さん。見たいかな、ちゃんと、ね、ちゃんと入りましたね。見せようか、一応は桑田さんですね、桑田さん、ちょっと入ってますけどね。ありがたいです、ね、桑田さんと入れました、ね、桑田さんですから、ね、よろしくお願いします、ね、そう、正確にはよく見ていただいてありがとうございます。そうなんですね、そうなんですよ、はい、本当にあの生地はあの、うん、スーパーブラックってやつで作ったので、まあ、もうかなりの黒も深い黒で、ね、はい、ね、本当に、うん、これはね、もうどこへ着てっても問題ない、うん、安心ですね、はい、ありがとうございます。一着やっぱりね、うん、こうやって持っておくと、ね、急な、ね、そうなんですよ、こともありますからね、不幸事とかは、うん、皆さんこうきっちりしたね、うん、ぜひね、はい、作っていただければと思います。お盆になるとね、うん、もうちょっとしたら8月はお盆ですから、うん、あ、そうですね、それまでにパッとこうタンス見て、うん、あ、虫食いやら、うん、あるとね、そうなんですよ、そうなんですよね、うん、ちょっとうわサイズ全然あかんやんみたいなとか、うん、大体ギリギリになりますねですね、そうです、そう選ばれへんからね、そういうのはタイミングがなんかね、うん、あんま着る機会がないから、うん、服持ってた、うん、持ってるぐらいにしか多分皆さん、うん、ですね、思ってないから、いざ着るってなった時にわっってなったりする、うん、絶対なる、シャツないですね、そうですね、まあまあちょっと早めでもね、うん、あの準備しておくことに越したことはないので、うん、ぜひね皆さんのタンスの中のやつをね、クローゼットに眠ってる礼服見ていただければと思います、はい、そうですね、はい、なんかほんま全然雰囲気変わりますね、雰囲気全然違う、ありがとうございます。孫にも一生がいや、はい、でもねこれねやっぱ M2 プラントさんで作ってもらうと礼服皆さんも多分買われたことあると思うんですけど、まあ、既製の服ってどうしてもこうねストーンってこう落ちてドラム缶みたいなスタイル、ちょっとゆったりめのものが多いと思うんですけど、はい、まあ、こうやってオーダーすることによってこう綺麗な形のスーツをね、はい、買えるっていうのがこう一番魅力じゃないでしょうかね、はい、そうですね、うん、なかなかスーツ着る機会ない方とかもね、礼服に関してはやっぱり生きてるうちに何回かは着る機会あると思いますね。あるまあ、一着ね、いいのね。例えば、まあ、今回ちょっと生地いいのを選ばせていただきましたけど、まあオーソドックスな生地で黒であればすごい安価な値段でお作りいただけると思うので、はい。まあ、3、4万ぐらいでいけますんで、うんうんうん、画面右上の i ボタンの方、カードの方がリンク貼っていると思いますので、はい、ぜひ M2 プラントでぜひお越しください、はい、お願いします。そしてスポーツ用品は、うんうん、ラケットハウスキングさん、ね、ラケットハウスキングさんへ、はい、皆さんツイッターにありますんで、はい、よろしくお願いします、聞いてみてくださいということで今日は桑田さんとのコラボですね、はい、これは企画で、はい、桑田さんに礼服を作りに来ていただきました、うん、はい、はい、どうもご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。皆さんこんにちは、 M2 プラント、このチャンネルではスーツに関するお得な情報や、セールの案内など面白おかしく、させていただいております。また素敵なプレゼントもご用意しておりますので、ぜひチャンネル登録していただいて、気に入っていただければいいねのボタンを押していただければと思います。それではよろしくお願いいたします。できるな。いや、いっぱい